扇風機の風がめっちゃ邪魔なんですけど、扇風機ないと暑くて死んじゃうので、こんばんは。マサラッキさん、クラッカーありがとうございます。福清さん、クラッカーありがとうございます。あ、誕生日です。こんばんは。ということで、なんか頭につけるハッピーバースデーみたいなやつとか全然ないんですけど、一応今日誕生日です。イエーイ。誕生日おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。皆さんツイッターとかでもたくさん載せてくれて、リプもしてくださり本当にありがとうございます。ミニさん、ケーキありがとうございます。誕生日バースデーケーキかな、ありがとうございます。あと黒いクマ、ミニさんありがくまー、ありがとうございます。ヘシタンさん、バースデーケーキありがとうございます。福岡の福田さん、クラッカーありがとうございます。こんばんは。ただの魚さん、クラッカーありがとうございます。ビーバーさん、クラッカーありがとうございます。ということで誕生日です。イエーイ、バースデー。でも誕生日って感じ、なんか今日はね、あんましません。昨日に、お祝いしてもらって、そう、サヤミリーさん家で、ちょっとお祝いしてもらって、ケーキも昨日食べたので、そう、今日は食べてなくて、今日はみんなでご飯に、昨日と同じメンバーで、さやちゃん、エミリーさん、みーちゃん、アイリとひじりで、今日もご飯行ってきて、夜ご飯食べてきて、そう、昨日ね、みんなに祝ってもらいまして、本当に嬉しかった。ケーキがね、31のケーキで、もうインスタにもツイッターにも載せたんですけど、本当にね、可愛くてね、美味しかったです。なんか31のケーキめっちゃ生クリームみたいに胃もたれしなくて、全部アイスだから食べやすかった。ケーキはそう、ひじねきって書いてあって、ひじるもんと思ったけど、なんか姉貴のねきらしい。中さん、タワー、バースデータワーありがとうございます。ありがタワーキラーン、ありがとうございます。タレゾウさん、バースデーケーキありがとうございます。ヨチボウさん、バースデーケーキありがとうございます。で、今日ご飯食べて福岡タワーを見てきました。なんかひじりの黄色に染まるっていうことで、福岡タワー本当にめっちゃ綺麗でした。ありがとうございました。本当に皆さんありがとうございます。本当に綺麗で、写真もね、さやちゃんとみーちゃんと3人で行ってきたんですけど、もうめっちゃ綺麗で、そう、写真もね、いっぱい撮ってもらって、さやちゃんがめっちゃいい感じに写真いっぱい撮ってくれて、そう、めちゃめちゃね、なんか綺麗に撮れたので、これはツイッターには後でアップしますね。インスタにはあさってくらいにまた後日アップします。明日は公演なので、今日は鍋食べました。お鍋、でも今日誕生日なのにめっちゃね、顔面のコンディション悪くて、朝から悲しかったし、今もなんか朝だからむくんでるのかなと思ったんですけど、別に今も変わらないので、今日はただのコンディション悪い日でした。悲しい誕生日なの、
そうでね、もう本当にあの福岡タワーの写真はいっぱい撮ったので、また載せたり。あ、待って、メールの時間もうすぐじゃん。あ、メールもチャットも明日送ります。すいません、今日一日中ちょっと予定詰め込みすぎて全然何もできなかった。すいません、明日送りますね、どっちも。そう、いっぱい撮って、写真無事いっぱい撮ったから。なんかね、黄色ですごかったです。綺麗でした。そう、なんか福岡タワーが色変わる瞬間すごかった。青から黄色に変わる瞬間がめっちゃ綺麗で、動画撮りました。タナさん、バースデータワーありがとう。キラーン、ありがとうございます。バースデータワー8888。体調大丈夫です。治ってきたっていうか治りました。そう、なんか久しぶりにしっかりめに体調崩しちゃって、木曜日のココテンの公演の後に帰ってきて、なんかあれちょっともうやばいと思って、公演の時は大丈夫だったんですけど、帰ってきてんと思って、もうメイク落としてすぐに爆睡して、で、そう、もう起きたらギブだったので、ちょっとパジャドラを休演させていただきいただきまして、初めて休演したから、そう、ちょっともうね、みんなひじりが休演するのはあんまり慣れてないっていうかさ、休演本当に初めてしたから、そう、もうずっと家に閉じこもってました。土日とかも結構しっかり予定入れてたんですけど、なんかまあ木曜の夜くらいからで、金曜日も丸一日休、もうパズドラ休園になっちゃって休んで、土日もめっちゃ予定、美容室とか行こうとしてたんですよ、結構伸びてるから。だけどそう、もう熱出ちゃって美容室も行けなくてキャンセルして、本当に悲しかった。誕生日までには絶対染めようっていう自分の中の計画だったんですけど、そう、結局行けなくて染めれなくて、このままプリンのまま誕生日を迎えて、そうで、日曜日も結構そうちゃんと休んで、で月曜日のあのココテンからココテン昨日だね、さやかの卒業公演からちょっと出させていただいて、体力がちょっと落ちてました4日くらい本当に家から一歩も全然出なかったりとかだったんで、歩いてもつらなかったから4日間くらい、そんな4日間歩かないってことひじり、あんまないので、マジ体力衰えててびっくりしました。誕生日おめでとう、ありがとうございます。谷川豊さん、クラッカーありがとうございます。生誕祭受付今日までだって、みんな来てください。7月12日目撃者公演、ぜひ来てください。生誕祭やります。生誕申し込んだよだって、ありがとうございます。しかも誕生日の前に体調崩すの本当に嫌だったんですけども、なんでこのタイミングと思ったね。髪の毛本当に染めに行くのめっちゃ楽しみだったのに、本当にショックだった。そうで、あのさやかの最後のパジャドラだったから出れなくて、普通に寂しくて悲しかったんですけど、まだチーム違うけど卒業公演に呼んでもらってたから、絶対に卒業公演までには回復させなきゃと思って、気合で、気合で回復しました。ただの魚さん、ハートありがとうございます。で、
そう、これの話を聞いてくれ。今日、ん？昨日、今日、この日付またぐときに、そのね、一面にお祝いしてもらっていて、で、あ、もうインスタとかに書いちゃったんですけど、なんとね、プレゼントが、なんか、プレゼントが、今回はちょっとじゃあ、ね、5人から、だから、さやちゃん、エミリーさん、みーちゃん、アイリー、ななかの、ななかはちょっと昨日は来れなかったんですけど、ななかの、ななかもってことで、その5人からプレゼントを今回は一緒に、みんなで一緒に買いましたって言われて、なんだろうと思って、目つぶってみたいに言われて、で、そう、開けたら、まずこれがね、ドンってこう置かれてて、え、何？って思うじゃん。何？って思うでしょ？で、持ってみてって言うと、持つと、重っと思って、じゃあ開けてみてって言われて、こう、袋からこう出すんですよ。こう出して、袋からこう、なんだろう、何でいい？とか言って、そう出して、こうして、出したらなんと、ですよ。やばくない？ずっと欲しかったんですけど、初めてスイッチをもらっちゃいました。マジで想像してなくてびっくりしました。スイッチまだ開けてないんで、ちょっと今開けようかな。スクショタイム。みんなからのプレゼントです。そう、本当に優しくない？みんながね、なんかひじりがこの前の MC で、この前の自己紹介 MC で、なんかゲーム機持ってなくて欲しいけど持ってないみたいな話してたのをエミリーさんが覚えてくれてたらしくて、で、アイリにもずっとスイッチ欲しいっていう話をしてたのよ。とかでみんなでスイッチを買ってくれたらしい。本当に嬉しい。あ、でソフトはね、まだ何も揃えてないのでいろいろ書いて、まず桃鉄はマストだね。絶対桃鉄。桃鉄、あつ森もやりたい。ちょっと遅れてるけど、あつ森、桃鉄、マリカーとか、あの、なんだっけあれ、デッドバイデイライトとか、あとなんだっけ、なんかいろいろやりたいなと思ってて。あ、やばっ、スイッチや、やばすぎ。憧れていたスイッチ。でも桃鉄はね、11月に世界版が出るので。11月だっけ。でも11月まで待てないよね、桃鉄。そう、いろんなソフト。やばー、これクリナンツでいつも見ていたやつだ。やばすぎ。なんだこれ。やばー、これ充電するやつじゃん。すごい、本当にすごい。そう、本当に嬉しかったです。てか、こんな仲良くなってさ、日付超える時にさ、お祝いしてもらって、まさかスイッチまでプレゼントしてくださって、しかもこんなに仲良くできているのが嬉しい。この数ヶ月ですよ、仲良くなったの。先輩方とか、ナナカとか、アイリーは前から仲良かったけど。これ部屋映るやん、ダメだね。え、やば、ちょっとこれセットしてみる。おー、すごい、スイッチの形が。やば、スイッチじゃん。え、すごい。あれ、これ合ってる。やば、スイッチだ。
なんかひじりスイッチ似合わないね、持ってる姿やば。これ合ってるスイッチ、この設置の仕方で。あ、こうやって置いとけばいいんだ。やば、まだなんか今本当に開封したばっかなので、あの一番最初の初期の設定とか何もしてないから、ちょっと今日とかはもう時間ないんで、時間ないっていうか今日とかなんか平日は結構バタバタなんで、暇の時にまたちょっと設定して遊んでいこうかなと思います。うわー、本当に嬉しい、いろいろできますねこれで。マジでびっくりした、まさかスイッチもらえるなんて予想もしてなかった。ありがとうございます、本当にメンバーの皆さん。なるほど、嬉しい、これ楽しみやるの。充電時間かかるからしておいて、だって。あ、充電しよう。じゃあそんな時間かかるんや。カレゾーさん、ハートありがとうございます。モリーちゃんさん、クラッカーありがとうございます。古川陽一さん、バースデーケーキありがとうございます。そう、いろいろね、やっぱマリカちょっと極められますね、これで。これか、充電器。え、これ充電器なんかいかつくね。何が充電器かわかんないわ。どれが充電器なんや。うわ、なんだこれ。これマリカのやつやん。え、なにこれ。なんか壊しそう、ひじり。これ何？あ、ここに赤と青入れるのか。え？10円どれ？これじゃない、これだ、あった。充電はしておこう。じゃあショールーム終わったら充電さそうと思います。いや、マジでスイッチは嬉しすぎ、さすがに。もうみんな本当にありがとうって感じで。なんかゲーム機 3DS は持ってたんですけど、 3DS 以来よ、こんなちゃんとしたゲーム機をゲットしていただいたもの。若さん、バースデーケーキありがとうございます。ひじりさん、おいくつになられたんですか。19です。19、やばくないですか。もう10代最後で来年は20歳になっちゃうなんて。でも早く20歳になりたいわ。この1年が長いんですよね、きっと。この19から20歳の1年ってすごい長そう。うん、これどこに刺すんだろう。充電器刺すとこなくない。え、どこに刺す。あったあった。スイッチ本体に刺して。なるほどね。そう、だからちょっと次めっちゃ暇な時間ができた時に多分スイッチめっちゃやります。桃鉄はね、一人でできないから、
やっぱマリカーとか、あつ森、デッドバイデイ、デッドバイデイライトだっけ、アイリがめっちゃご了承してきてね、それを。デドバ、デドバ、絶対一緒にやろうって言われて。だから、練習するねって。黒いやつの表面が開くよ。なになに、日本語の意味がわからない。はぁ、開いた。開いて、これは何のために開くんだ、これ。 US、 あ、充電器ここにさせるの、すごい。そういうことか。ここにさして、あ、すごい、刺さった。あ、なるほどね。仕組みが分かりましたね。ゼルダ、あ、ゼルダなんか今流行ってるやつですかね。やばい、扇風機してたら前髪が目に入って目が痛くなる。でも扇風機消したら熱くて終わる。こういうことか。理解理解。あ、理解した。こういうことか。これは後で充電すればいいのに。よいしょよいしょ。すごい、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。ゲームソフト、そう、まだ何も持ってないです。あ、あと遊び天国だ。遊び天国だっけ、遊びリズムだっけ、なんか遊び天国みたいな。遊び対戦だ。これはなんか友達とかメンバーにおすすめ聞いたら、何人か遊び対戦改善って言ってて、まあそんなみんな言うなら買おうと思ってるやつ。音がすごいけど扇風機だって。あ、すみません、扇風機かけてます、ちょっと暑くて。フォートナイトおすすめだって。あ、聞いたことはなんとなくはわかります、やったことはないけど。てかスイッチのゲームとかほぼやったことないので、本当に嬉しい。ちょっと時代遅れてるけど、あつ森はやります。もうみんな やってる方少なそうだよね今。でもやります、何、誰が何と言おうと。あとは なんか謎解きとかもして、謎解きのソフトとかありそうじゃない。なんか昔 DS でなんか謎解きのカセットやってたんだよね。ニューなんちゃら、なんかあのなんちゃら先生みたいな、忘れたけど、なんかとんがり帽子、ん、なんか長い帽子かぶってる、頭のいいさ、ニュートンだっけ、なんだっけ、なんだっけ、あのニュートンみたいなやつ。もう全然タイトルとかキャラの名前とか覚え出せないけど、なんかそう、謎解きのやつ、謎解き昔やってたりしたから。まあいろんなソフトをやってみたいですね。あ、ホグワーツの、あれ、ホグワーツなんちゃらってヒジル言ってたよね、ショールームで。やってみたいって。ホグワーツレガシー、そうそう。これのスイッチ版が11月に出るから、
スイッチ押してんだよねみたいな話ちょっと前にショールームでした気がする。あ、これは絶対買おう。11月に出るんだ。ていうかハリーポッター見たことないのになぜかこのソフトはやってみて。次の生誕祭エミリー出るのびっくり。あ、そうなんです、エミリーさん出てくれるんですよ。ひじりがそう、エミリーさんにちょっと出てほしくて頼みに行ってしたらいいよって言ってくれて出てくれることになりました。嬉しい。髪は染めに行くのだって。だから土曜日に行く予定だったんですけど、そうキャンセルしちゃったから今のところ予定なくて、この伸びきった髪色と早くおさらばしたいのに。あ、そうレイトン、レイトン、そうそうレイトンの DS のソフトだよ。レイトンやってましたね。やってたっていうかなんかいとこがめっちゃやってて、それをたまに借りてやってました。足がめっちゃ痒い、足の甲が。そういろんなねゲームあるからな、楽しみだな。また一つ趣味の幅が広がってしまった。広がってしまう。あと推しの子をやっと見ましたね。今やってるとこまで追いつきました。そう推しの子、この熱出ててずっと休んでた時に推しの子ずっと見よう見ようってはしてた、見ようとずっと思い続けて、1話始まったくらいの時からずっと見よう見ようと思ってたけど、1話が長いからなかなかめっちゃ時間ある時に見ようと思ってたらどんどん先延ばしになっちゃって結局全然見てなくて、でそう熱出た時にもうずっと横に、家でも別に動いたり部屋の片付けとかしたかったけどそんなテキパキ動けるほど元気じゃなかったんで、ずっと横になってスマホするか寝るかしてたんですけど、推しの子見ようと思って横になりこういう体勢で推しの子見て、で最新話までしっかり追いつきました。もう次で一旦あれらしいですね、最終回アニメ。でも最終回前に追いつけてよかった。あれはね面白いですね。あのエンディングの入り方が毎回めっちゃいい、なんか綺麗。誕生日おめでとう、ありがとうございます。7月に三越でブルーロック展、あそうだ、ブルーロック展が来るんですよ7月から。もうチケット買いました。生誕祭でのユニット決まった？決まってますよ。決まりました。何も言えないけど決まりました。そう決まったからぜひ見に来てください。ユニットね。ユニットもねありますし。いや本当にもう19歳、なんかさ全然、あだから明日の公演は自己紹介 MC で、今までは18歳チーム H のって言ってたけど19歳チーム H のになるってことか。間違えて18って言いそう。まあ明日はさやちゃんの生誕なので、そうやば、19か、大人だな。
本当なんやな。ちょっと扇風機さ、風がすごくて前髪が、今日さ結構寝不足で、私めっちゃ眠かった。今日一日中もう朝から晩まで眠かった。今も眠い。朝から永遠に寝、一瞬もう1秒たりとも眠気が覚めることなく今日終わろうとしている。でもまだやんなきゃいけないことあるんですよね。なんか書類も終わったらパパッともやんなきゃいけないことやって、お風呂入って寝ます。さっさと。こんばんは。そう、もう本当に今日は永遠にだからスースーする目薬をちょっと手放せないし、めっちゃうたた寝もしちゃったし、そう、あ、でもそう、お仕事も してきて、そっからみんなで、あ、お仕事して、今日はお仕事をした後に愛理と一緒だったので、愛理とちょっと買い物はしてないけど、買い物っていうか本当欲しいものあったんですけど、結局いいの見つからずに、だから買わなかったんだけど、愛理といっぱい歩いて、街中をたくさん歩いてなんか探したりして、そうめっちゃ歩いた。今日愛理と、もう暑いわとか言いながら歩いて、その後先輩方と合流し、ご飯もしました。なんか最近めっちゃ愛理といる時多い。この前1週間以上前かな、映画2人で行ったりして、そう、怪物っていう映画を見てきて、なんかカンヌ賞みたいなのを撮ってて、めっちゃ話題の作品なんですけど、ミュウさん、クラッカーありがとうございます。もう眠そうでしょ、私の顔。最近なんかメイク迷走中で、どうしようって感じ。今日はアイライン、誕生日のくせにアイライン失敗しました。最近アイラインが難しい。明日目撃者久しぶりなんですよ。リノの生誕続きだけど、リノの生誕ぶりで、リノの生誕いつだったっけ、7月の十何日か、12とかだったっけ。だから2週間ぶり、でも2週間ぶりくらいだな、目撃者。そんな空いた感じしないけど、目撃者は2週間ぶりくらいなので、楽しんで、さえちゃんをたくさんお祝いしよう。明日は福岡のゼロさん、クラッカーありがとうございます。怪物良かった？怪物めっちゃ面白かったですよ。あの、ひじり結構、あ、これネタバレになるから何もあんま言えないんですけど、まだ公開されたばっかしだし、結構ひじりが好きなタイプの結末でした。なんか、あの、こう結末終わった後のなんか考察とかがすごいされるような感じの終わり方とか好きなんですよ、ひじり。どちらかといえば、なんかみんなしく、なんかむずいな、まあ、解釈は人それぞれだよなと思います。そんな感じのどんな感じって感じだけど、そう、ネタバレになるんでみんな見てみてください。映画ぜひぜひ、めっちゃね、面白かったです。視点とかすごかった。その人物の視点によって、その人の視点によってやっぱいろいろ変わるんだなとか思いました。二十歳になったんですか？いえ、19ですね。二十歳の手前です。でも最近なんかいじり、あ、
何歳、二十歳ですかとか聞かれることめっちゃ多いんですよね。え、今日マジでメイク変ですね。めっちゃ失敗してて悲しい。そうで、二十歳ですかとか最近、二十歳ですかっていうか、なんか二十歳めっちゃ言われるの最近。そうだから、なんかちょっと大人なのかも。私は一回扇風機消してみよう。ちょっと風が鬱陶しいな。風ないとちょっと暑いんですよね。音は静かになるけど。ストラトスさん、バースデーケーキありがとうございます。やっぱ暑いからちょっと弱でつけます。ちょっと音がねうるさくてごめんね。そう、あ、そうね、結構ね、今月6月そう映画結構行っちゃったね。あ、そう、ミーガンっていうホラー映画も見に行きました。それもアイリヘジレイも映画行くとき絶対アイリと一緒なんですけど、最近マリオもアイリと言ったし、そう、ミーガンはアイリとサヤちゃんとミーちゃんの4人で行きました。あ、マリオもその4人で行った。そう、その4人でミーガンホラー映画見てきて、めっちゃ面白かったです。ミーガン面白かったの。なんかミルンさんと隣だったんですけど、本当に全然驚かないんです。驚かなくて、なんかちょっと驚くシーンがあってもあんま驚いてなかったり、ひじりが一回驚いたら、もうひじりが最後ら辺のところでめっちゃびっくりするところがあって、最後ら辺っていうか、なんかエンドロールとかでめっちゃびっくりするところがあって、ひじが「はぁ」みたいななってたら、もうずっと隣でみーちゃんがクスクスクスって言ってずっと笑ってるんですよ。もう本当に本当にすごいよね。多分驚いてるのかもしれないけど、それがリアクションに出ないのがすごい。誕生日おめでとう。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。で、みーちゃんはめっちゃ静かで、逆に愛理とさえちゃんがもうずっとびっくりしてた。二人ともホラー苦手らしくて、そう、ひじりはホラー好きなんで、まあ、そのみんなの間くらい、平均のリアクションで、私は。そう、やってみ見てました。メイクポーチ買い替えましたかって。あ、そう、メイクポーチが壊れちゃってね、いいメイクポーチをずっと探してるんですけど、まだなかなか出会えず、だから今はまだ壊れたメイクポーチ使ってるけど、結構不便だから早く新しいのいいのを見つかりたい。結構いずれ持ち物多いから、メイク道具のマジで大容量入るやつじゃないとダメなんですよ。そうするとなんかね、サイズとか難しくて、ちっちゃいポーチじゃなーってなったりして。新石竹さん、クラッカーありがとうございます。マリオ面白かったね。なんかいろんな映画最近見てて、やっぱ映画いいですね。あとリベンジャーズもまた後編、ハロウィン、血のハロウィンの後編がもうすぐ公開なので、それも見に行かなきゃだし、いろいろまだ見に行きたい映画たくさんあります。見に行きたい映画もたくさんあるし、あと、そう、アイリーといろんな、ちょっとね、あそこ行きたいねとか約束したりしてるので、食べ物もだけど、あ、ジブリ展も行きたいねっては話してたんですけど、まだまだやってるのでね、ジブリ展、まあ、いつか行けたらなって感じ。あと、そう、今いろいろ行きたいのあるんですよ。
夏だから本当に外歩くのが暑すぎて仕方ない。本当に暑い、もうマジでね危ないよ、暑すぎて本当に。BB さん、かわいい、ありがとうございます。本当になんだっけ、夏は嫌いだ。あ、これからもっと暑くなるのかな、やばくない、今より今より暑くなっちゃったら。まだ6月なのにこんなに、今日だって昼間31度とか書いてあったりしましたからね、本当に信じられない。サメチョロさん、クラッカーありがとうございます。そう、本当にもう日傘も手放せないし、日焼け止めも毎日塗ってお家出てるんですけど、なぜか焼けちゃうんですよ私やっぱ。ひじり、日焼け止めもねしっかり塗って、UV カットパーカーも羽織って日傘もして歩いてるんですけど、それでももうすでにちょっと焼けました。多分ちょっと焼けてる今年の夏も。そうピエンです。だからもうほんと肌質ってあると思う。めっちゃね、本当にすぐに焼けるのよ私。赤くなったりしないの、日に焼けて。赤くならないですぐに真っ黒クロスケになります。そうだから本当にね、もうこれ以上どうすればいいんだっていう感じなんですけど、日焼け対策は。美白サプリでも買おうかなと思って最近調べてます。効果あるのか分かんないけど、一回買ってみようかなみたいな。あ、そう、サマステ。あ、そうなんですよ、サマステにチーム H で出させていただきます。8月の、嬉しい、初めて出れるサマステ、本当にねありがたいですね、ありがたき。なんか夏のフェスとかも全然初めてじゃない、いじり夏のフェス出るの本当に嬉しいです。そう、夏のフェスとかさ、いっぱい出るメンバーはさ全部出るじゃないですか。だからいつも毎年ね楽しそうでいいなと思ってたんですけど、初めて夏のイベントに出れます。外のイベントに、嬉しい。しかも H のみんなで出れるので、本当に大好きなチーム H のメンバーで出れるので、すごくね楽しみ、楽しみで、瀬取りもみんなで考えたので、すごくない、メンバーでセトリ考えたんです。 H で会議して、リハの後に会議して、みんなで何々の曲いいんじゃないとか、これやりたいとかいうのを出して、案を出して、ひじりもね一個ね、まだ加入してからひじりしたことなかったけど、絶対やりたい曲があったので、それをね今のところ、まあこれから変わる可能性もあるけど、今のところセトリに入ってるから、ちょっとそのまま本番までそのままその曲入っててほしいな。そう、本当にね絶対やりたいと思ったのがあって、そうそう、楽しみ。でもあと1ヶ月くらいあるよね、結構まだ先なんですけど。楽しみです。でもめっちゃ去年暑かったっていうのをねメンバーに聞いたので、そう、ちょっとねそれは頑張ろうと思います。水をたくさん飲んだりして、
めっちゃ楽しみ。みんなぜひ見に来てください。今日から24時まで。オリヒジリもう今年19歳で18歳の時からで28時までできますよ。あ、間違えた。18歳の時から24時までショールームできますよ。18歳っていうか高校卒業したら28時、あ、間違えた。高校卒業したら24時までショールームできるようになるから、そう、19歳になったからといって何も変わらないですね。そこの時間を、配信はもうちょっとで終わります。ちょっともうね、結構眠いのと、眠いくせにやらないといけないことがまだまだたくさんあるので、ちょっとそろそろしたら終わろうと思います。誕生日おめでとう、ありがとうございます。皆さん皆さん本当にね、たくさんお祝いしてくれてありがとうございました。ツイッターとか SNS か、 SNS、ツイッター、インスタとかね、たくさんお祝いしてくれて、福岡タワーも本当にありがとうございました。いろいろねやってくださって、あとはまだ生誕祭とかもあるんですけど、誕生日当日はもうすぐ終わりっていうことで、ちょっとショールームもちょっと体調を崩したりして、だいぶ久しぶりになったりなってしまったんですが、ありがとうございました。来月もまたありますね、ショールーム。スクショタイム、あ、なんか誕生日の飾りとか何もつけてないですけど、今日本当に漏れない顔が、スクショタイムです。今日やっぱむくんでます。なんか半目のやつ載せないでくださいね、目が開いてるやつでお願いします。ありがとうございました皆さん、お祝いの言葉、あ、リップとか本当にね、あー、誕生日感なしの、誕生日感なしのっていうか、なんかあんま19歳ですって感じもしないですけど、まだ、まあ、ラストティーン、ラスト10代なので、ちょっとね、なんか若々しく頑張っていこうと思います。まだ10代なんで、そのこの1年はちょっと10代だぞって感じでやっていこうと思います。ありがとうございました皆さん。じゃあランキング読むね。13位ストラトスさん、ありがとうございます。12位ナミヨイクジラさん、ありがとうございます。11位、キヨさん、ありがとうございます。10位博多の DD さん、ありがとうございます。9位ヒゲマナフィさん、ありがとうございます。8位タレゾウさん、ありがとうございます。7位古川陽一さん、ありがとうございます。6位ただの魚さん、ありがとうございます。5位ヨシボウさん、ありがとうございます。4位アンドハローさん、ありがとうございます。3位ミニさん、ありがとうございます。2位タナさん、ありがとうございます。1位ナカさん、ありがとうございます。ということで皆さん本当にありがとうございました。あ、福岡タワーの写真ツイッターにはもう後で載せます、ツイートしますね。あとメールとチャットは本当にごめんなさい、明日送ります。ということで皆さんありがとうございました。19歳も頑張ります、楽しむぞ。ありがとうございました、また配信します。おやすみ、ありがとうございました、バイバーイ。